武港、竹港は、古事記等に伝わる日本神話の神、古事記、仙台旧字本義では、竹港の神、他文献では、南方島美神、港富の神、魚名方、夫命、竹港ふ、命等とも表記される。また数ある、県魚名豊府、命彦神別神社では、竹港彦神別名と称されることもあるが、この名称は、 おこかみの名とする説もある。姉相姫神社では、武御名方氏名と伝わる。おほすずび命と同一心とする説もある。日本書紀に記載はない。諏訪大社、長野県諏訪市他の祭人として祀られ、諏訪明神、諏訪大明神、お諏訪様等とも呼ばれる。古事記においては、大国主神、大国主のおこかみで、今年ろ主神。 ことしろ主の弟が見とされている。しかし、大国主審の系譜を記した箇所には、竹南方の記載がないため、母は明らかでない。仙台旧寺本義、地議本義、地人本義では、大名討の人、大国主と高志沼川姫、腰の布川姫のお子神とされる。ただし古事記において、兄のことしろ主審を生む神やて姫命より先に、 沼川姫をめとっている。武美中田は、古事記では吉原中国平定、国譲りの場面で記述されている。これによると、武美和知の人、武美和知が、大国主審に、吉原中国の国譲りを迫った際、大国主審は、おこかみであることしろ主人、ことしろ主が答えると言った。ことしろ主人が承諾すると、大国主審は、次は、 竹南方人が答えると言った。竹南方人は巨大な岩を手先で差し上げながら、現れ、竹南風地の人に力比べを申し出た。そして竹南風地の人の手を掴むと、竹南風地の人の手は氷や剣に変化した。竹南方人がこれを恐れて下がると、竹南の人は、竹南方人の手を握りつぶして放り投げた。竹南方人は逃げ出したが、 武みかの陣がこれを追い、ついにかや国、信濃国の、周羽海、諏訪の海、宝庫まで追い詰めて、武みなか人を殺そうとした。その時に、武みなか人はその地から出ない旨と、大国主神、八重子と白主の陣に背かない旨、吉原、中国を、天津神の巫女に奉る旨を約束したという。以上の神話は、日本書紀には記載されていない。一方、 仙台旧字本儀、天神本儀では、古事記と同様の説話が記載されている。旧字本儀における国譲り神話は、諏訪大社の縁起である、諏訪大明神菓子、1356年成立の冒頭に採用されているが、竹田の敗戦と逃亡、追い詰められ、殺されようとした話は見られない。諏訪者の祭人として、菓子には、載せるには、 不適当と考えたもので編纂者の諏訪縁中が削除したと考えられる。それ日本新衆に一つの霊詞あり、諏訪大明神これなり、神子の由来、その義投資、説、密かに、国史の諸説を見るに、旧字本義に言う、天照大臣巫子とのりして、共通種の神、竹三和地の神、二柱の神を、出雲国へ下したて祭りで、大名討のの命に、 千白、吉原の中津国は我が御子の知らすべき国なり。何時、まさに国をもって、天テラス大臣に立て祀らんや。大名無のの命妄作、我が子、今年老主の若神にといて、返事猿さんと申す。今年老主の神妄作、我が父、よろしくまさに去り立て祀るべし。我、も、いいふべからずと申す。また申すべき我が子ありや。また我が子、武見中田人。 千人の石を手末に捧げ来たりて猛作、誰、この我が国に来たりて忍び忍びに、各雄は、思考して力比べせんと思う。まず、そのお手を取りてすなわち氷を成り立て、また剣を取り来て、茅の国、島うの海に至るとき、竹港の神猛作、我、この国を覗きてはたところに行かじと云々、これすなわち、当社、衰弱の本縁なり。 港の名称については、水の方、港として、諏訪湖畔を指すとする説、港や、港の意とする説などがあるが、つまびらかでない上、上代特殊かな遣いにおいて、身は航類であり、ナが、港になることはないとの指摘もある。また、港類とする説もある。ただし、光営の神々の神名には、部水別名など、明らかに水を意識したものが存在する。 な方は、日本書紀における国譲り神話、または、出雲国風土記や、出雲国造人が詩に録されている、出雲国の伝承に一切登場しないため、本来は、出雲と無関係な諏訪地方の神話の神であり、それが、古事記に挿入されたとする説が知られる。その説において、古事記の編纂に関わった大野氏の大野安丸が、同族の家や国造家、 金ざしの影響で、諏訪に伝わる、信頼神と、地主神。ここでは、竹南方と森屋人の争いの伝承を脚色して、中央神話に組み込んだと推測されている。その他、上述の力強兵、説話が、後世の、カッパの詫び昭門型の説話、カッパ、水の精霊と人が争って、カッパが腕を引き抜かれ、誓いをする説話と一致することから、もともとは竹南方が、 諏訪湖の水人を打ちまかす説話であったのが、中央神話に、観骨脱退されたとする説や、上や城の最高神職であったは、諏訪を出てはならないというおきてが、中央に利用されたとする説、藤原氏が放災する鹿島神宮、茨城県鹿島市最神の竹見和地の部位を高める、ため竹見中田が貶められたとする説、竹見和と竹見中の力比べは、 古代の真実相撲を象徴したものとる説、日本初期、慶向天皇40年前歳以上で信濃坂、三坂峠において、日本穂高に殺されたと見える三神を諏訪神に否定する説もある。共通点のある神々と同一視されることがある。国譲りを拒否して、信濃国へ追放されたと言われている遺説尾行、竹見中田の異名とする、元織の利長の説のほか、 沼川姫のお子神として、出雲国風土器に登場する、おほすずび命、あるいは、ハリマ国風土器に、大国主の子として登場する悲民命と同志する、説が知られている。実際におほすず命を祭神とする諏訪神社は、複数存在する。国史では征服される神として描かれるミナカタは、諏訪の伝承では征服する神として登場する。 明神入り主神話の最古の記録は、工事三年、1249年の諏訪神獣会場、大法理神,神獣神神場ともである。これは、神谷城と下社間で、いずれが本宮であるかと争った際、神谷城の諏訪信重から、鎌倉幕府に提出された訴え文である。会場が語る地元の伝承によると、天から降臨した諏訪明神は、 の領地を手に入れるために藤を持ち出し、鉄槌を手にした。大臣と引き合ったが、明神が勝ち大臣を追悼したという。森屋三麓御衰弱のこと。見に謹んで旧眼を剣ずるに。塔は森屋大臣の所領なり。近江は天下り。府の時、大臣は病人の居住を引き立て祭り、静止の方法を励ます。病人はご敷地となすべきの疲労をめらし。 あるいは常論をいたし、あるいは合戦に及ぶのところ、両者私有を決死がたし。二、明人はお持ち、大臣は、鉄一を持って、このところにかけてを引く。明人すなわち統一を持って、軍人の常論に勝ちへせしめたまう。ルマ、森屋大臣を追罰せしめ、巨匠当社に僕して、以来、はるかに数百歳の清掃を送り、久しく我が神の商用を天下に施したまう。 大跡の方が達しんなり。明神、の藤、いつをもって、当社の前に植えしめたまう。藤は枝葉を栄え、藤諏訪の森と申す。毎年にけどのご神事これを勤務。より以来、当軍をもって、諏訪と名付く。また、同文献のご神宝物事によると、大明神は、あもる、蔡、ご随神の神宝として、当案、靴輪を持ってきたという。 森屋大臣とは、森屋山頂に祀られており、神長森屋家の祖先と伝えられる、森屋大見は、森屋人である。この話は、諏訪大明神菓子、祭り大三月下のうち、六月開日に、拙者藤島社、諏訪市中須神宮寺で行われるお田植神事の講にも、出てくる。ここでは、両者の武器が、藤の枝と、鉄輪になっており、神獣会場にとって、 肝心の森や山への降臨が語られない。この藤島の明人とモースは、尊心衰弱の昔、森屋の悪族、噛むを妨げんと接しとき、森屋は鉄輪を持たして、争い、明人は、藤の枝を取りて、背を伏したまう。ついに横島林を下ろして、消防を起こす。明神地下を走って、藤枝を投げたまえしかば、すなわち、根を刺して、枝葉を栄え、 話し目鮮やかにして、戦場の印を万代に残す。藤島の名人と号する、このゆえなり。合詞の作者は、古事記に出てくる竹南方を関東に出し、地元伝承の名人にいる主神話を、藤島社の由来にかけて述べている。名人と森屋の構想の伝承を関東に出さず、小さく扱ったものとみられる。会場や、合詞の他には、上氏系図、前田社本、 神家系図、血の花本などにも同系統の説話が記録されている。この伝承に関しては、明神と森屋人の争いは、呪実比べで、伝承自体は、大和王家に仕える海馬集団、金指し一派が、未灼寺信仰を統括する森屋氏、森屋人の勢力圏に侵入した、時代五から六期頃の出来事を神話化したものとする説や、紀元前に、弥生人が、諏訪地方に、 水田稲作をもたらしたことに基づくという説などが挙げられる。他には、森屋人は鉄を、武見中田は藤鶴を持って戦ったということから、これが製鉄技術の対決を表すとする説や、武見中田自体が夜勤、製鉄の神であったとする説もある。なお、江戸時代に書かれた伝承記録の中では、森屋人と諏訪明神、藤島明神が二つの藤の木を絡ませて、 争ったという遺伝も見られる。リ屋人の他に竹見中田と対抗した神々の伝承もいくつか存在する。その中の一つは、竹見中田の入り主事、リ屋人と戦って命を失う国つかみ、やつか男、やつか命の話である。やつか男命、この地に決挙す。県魚名型命、この国にいたりしとき、リ屋人と弓矢を持って戦う。やつか 男命、その矢に入れて、四線とし、竹南方命に言う。我は大臣に、重不べし、かずめあり、剣ダむと言い終わりで死すと、苦殿あり、火薬。民話では、長者と呼ばれ、何一つ不足のない権力者と描かれる。この話によれば、竹南方に降伏した森屋人を腰抜けとみなした、蟹河原の長者は、手下を使わして、森屋人を罵倒し、 戦線復刻の合図として、竹中田の館に赤い矢を打ち込ませる。挑戦に応じた竹中田と森屋人は谷川原の陣営を攻撃し、油断していた谷川原はすっかりと攻め立てられ、流れ矢に当たってしまう。死ぬ間際に谷川原は森屋人に謝罪し、お詫びとして大切な娘を竹中田に差し上げた。竹中田はこの娘を家臣の彦京地名に嫁がせ、 二人はカニガーラの領地に永住した、とのことである。諏訪下も社のの祖とされる、武雄友主、武雄友主、大友主とも表記される、また、武井海美主、武江美主とも呼ばれる神は、森屋人と同様、竹方の入り、主を最初拒否し、後に復従して奉仕したという。なお、竹品神社の社殿に、武井海美主と同盟の武江美須神が、 諏訪大臣に領土を譲って、立品山に登ったという伝説がある。諏訪神八城の祭人である竹美中方は、神氏、神氏、三和氏の祖神とされ、神氏の後営である諏訪氏はじめ長田野氏や星名氏など、諏訪神党の氏神としても信仰された。また、神八城の最高位の神官だったは、諏訪明神、竹美中方そのものとされ、明治の初め頃まで生き神として、 信仰の対象であった。伝承によると、祭人が八歳のわらべ男に見消しを脱ぎ着せて、御招待という祭人の身代わりと神格化させ、大法理の位を成立させたという。このことから、大法理は代々とも呼ばれ、神という姓を名乗り、即意識を行い職を相次いできた。諏訪大名人菓子、祭り第一春場によれば、羽振りは、 神明の衰弱の始め、漁業八歳のわらべ男に脱ぎ着せたまいて、大法利と称し、我において、体なし、宿を持って、体とすと神直ありけり。これすなわちあり、数、神氏の子孫なり。家督愛すぎて、今にその職を片付けなくす。勇院とは、官務、平城天皇の時代に生きたと伝わる人物である。官務天皇の御子とする文献もあるが、史実では、 坂上戸村丸を通じて朝廷に接近した上谷代中高の祖と思われる。一方、日本阿蘇市系図と大法理本人市系図では、陽明天皇時代に生きた茅谷国造が金指市出身の、またはが初代大法理とされ、アリーンはその子孫にあたるとされる。諏訪明神の出自を異国、天竺に求める中世の説話も存在する。年。 1238年の奥垣を指揮す、諏訪神谷城物井未霊のことによると、竹港明神は、本来、天竺にあるという国の王であった。王が7月末頃に、かの園で狩りを催した時、森や逆神が反乱を起こす。王はその難を逃れて、広大なる慈悲の名を世に示した。後に、ペルシャ国で悪竜を倒し、諏訪皇帝となる。東方金色山で前内を増え、 成仏した皇帝はやがて日本に渡来し、摂津の海辺、住吉、西宮、美濃の高山、南宮を経由して諏訪にたどり着いたという、同じような話は諏訪大名神がし、祭り第6秋下したにもご謝山祭りの由一書として説かれている。ここでは逆進の名前が微鏡となっており、狩りこそが菊類サイドの方便であると王が天に訴えると、 梵天に使わされた四天皇が逆進を止して王を救ったと書かれている。神や白物意味例における悪流の退治の話がガシには見られず、同じ弊社による諏は大名人公式では取り上げられている。しかし、当社演技と言いながらも作者がわからず、そうかと言って、無視、目殺もできない白物扱いされている。一方、旧字本義における 武岳方の諏訪への陰性の記述を、鍵、儀、不べからずと言い切っている。これは、菓子が転居にこだわりながら戦術されたものがゆえに、出典不明のこの話を、菓子に載せるのに躊躇したのかもしれないと思われる。公式では、並久下国王が、釈迦如来の祖父であるのや者ごとされている、日光林王地蔵、諏訪神道演技にも、同じ説が見られる。また、 天竺の美教大臣が日本に渡り、諏訪の地で明人と争った、森屋の悪族になったとも述べられている。諏訪明人の口実と言われ、中世の御社山祭りに、大法理が読み上げた、では、崇派大王が交合期して、姿を隠したと言われている。さらに、御気分の注釈書、崇派支中鎌倉時代末期によれば、崇派大王は、交合の時に身を隠しただけではなく、 交互にも生まれたという。数ー中では、王法律院が、諏訪明神の王子、大臣とされ、明神を伴って天竺から日本へやってきたと言われている。神や白物意味例と、数ー中には、諏訪明神が天下を悩ませるエビバカミを退治する、話が、元旦に行われる川塚り神事の起源端として、語られている。 正月一日のエビバかりのことエビバ新生大公人、乱能天下寺、大明神彼を退治小座し時、司会性筆の間、通派とんじおなりと読みり、九連王子、持ち人は拾えし、ういま、年々災いを、助玉府、いいに引き仮ぜなり。わけ、エビバ、河津神が大公人となって、天下を乱し悩ませたとき、諏訪大明神はこれを退治して、そこにお座りになった。 それによって、視界性質、天下太平となったので、だからと書いて、波静かなりと読むのだ、という言い伝えが多くある。河津狩りを見た人は、きっとこの神事の意味を尋ねるだろう。それは、昔から今に至るまで前年々の災いを除く。それがこの河津狩りである。さらに明人が退治したエビバカミを、竜宮城に通ずる穴に閉じ込め、石で蓋をし、その上に座した。 とも言われている。この話については、蛇神としての竹見中田と土地神、三尺寺もしくは、森屋神による、神権争奪を意味するという説や、通派だ用の悪竜大事の同系遺伝もしくは、変装と見る説、あるいは、諏訪明神と同定される高三世明王と丘ジ神の三独大事を表すという説などが挙げられている。昔から、諏訪神社の神体は蛇で、 新種も同じく蛇だと言われている。諏訪大明神菓子の中で、諏訪明神やその眷属が竜、もしくは蛇の姿を取るという逸話がいくつか取り上げられている。太平記末期十九にも、猛古襲来の時に、手六十四修大将の神儀、霊言の仏閣に直視を、被した、方兵をと運書なし。ご祈祷に七日万時ける日、諏訪の湖の上より、 五色の雲にしにき、おろちの形に見えたり、と見えている。この他にも、諏訪の神を巨大な蛇とする民話も少なくない。諏訪神社の龍蛇信仰の交付に大きな役割を果たしたのは、神道州に収められた諏訪縁技、甲賀三郎伝説と言われるが、地頭天皇の時代からすでに、諏訪神社は蛇を象徴動物とする水神して、 中央政府に認識されていた形跡も濃い。金井義美、シ九1982は、日本書紀における、児童天皇が使者を使わして、タ田風神、シナノの手は、水内等の神を祀らしむという一条を、タ田風神、シナノの手話の,の神と解釈し、蛇のことを、富、富、辺、塔下塔と呼ぶ地域があることから、竹港方富、県魚名方富と坂富、やさか 八坂が棚売りという神明にかかるとみとめは水地、蛇表しているという説を挙げた。かつて、諏訪上社で行われた冬祭りでは、前宮境内にという縦穴住居らしき土室が作られ、その中に藁、かや、または、半の木の枝で作られた、数体の蛇形が安置され、翌春まで大法理がそこに参老し、神長官と共に祭事を行った。 神谷城浦山にある船古墳5世紀前半に発見された蛇光剣も諏訪の蛇大信仰と関係があると思われる。竹田の妻とされるのは下社の主催人である。竹田と八坂とめの間に生まれたおこ神の数は、資料や各地神社の由書によって違いがあり、すべての神明を拾ってみると、おおよその25柱のおこ神が確認できるが、 異名による重複が含まれている可能性も非常に高い。一例としては、山田はじめ、1929年に記されている21柱のおこかみをここで挙げる。一方、上屋城前宮境内にある若御子社に祀られている22柱のおこかみは次の通りである。なお、下社の東宮と、秋宮の境内にある若御子社、または秋宮付近にある、 若宮神社には、おこかみ十三柱が祀られている。さらに、諏訪郡内に十社ある、十五社神社には、竹見中田八坂留、め、二個十三柱、合計十五神が鎮座されている。また、津波若彦命を祀る周焼神社のように、単独で祀られる場合もある。さらに、おこかみを祀る神社も諏訪郡外にも数多く存在する。 現在に伝わるお子神たちの名称を、はっきりと記すのは幕末に書かれた、諏訪旧石碑が最初であるが、家庭の奥書きを持つ、が、室町末期、江戸初期と考えられている、根本記と、祝子団に小波に、小波き、京履の命、または、いそはえいそはえ、で、早やおす命の名がすでに出てくる。また、平安時代に編纂された、日本三大実録には、あだち神、境たち神とも、 守る立ち神か、妻か、ち神馬配信、合津姫神、海津姫の神、草内い売神、草内姫の神、八剣、スクネイのち神み、やつあがたすく、根の神、出羽屋オス神、縦品神、池聖神、ケヤキ聖仙神と、孫神とされる神も含めと柱の名が確認できる。一般に、諏訪おこ神の多くは、国学が流行した江戸後期に再発見されたもので、 実はそう古くはないと考えられるが、諏訪岡神十三柱という概念の原型が、中世にはすでに確認できる。室町時代に生きた、神長官の森山民によれば、誠に当社お神の王子にて、外剣両人は、上野一宮お中、内剣大剣四人は下宮に宿らせ急、ご誕生を疑いなし、お左口神も十三所と猿も、当社の王子ご一体。 今こそとて、なし、という。すなわち、春のおつむ祭りで、大法理の代理となるという六人のわらべ男も、も、十三所の神々もすべて、諏訪明神の王子神であると、万実は理解していた。この考えは、神やしろ、物意味で、波数六歳日に、大明神、十三所王子、お左口神を礼拝の対象として併記してある、ことと通じると見られる。 諏訪大明神菓子における、坂上戸村丸の安倍高丸聖伐の下りにも、十三所王子が登場している。ここで言う十三所王子は、上や城の節末社軍の祭人、あるいは後世で言うおこかみ十三柱の原型と思われる。土地開発の功を立てたとされる十三柱のおこかみは、草分けの神である三社口と同定される場合がある。 明治時代の神社名祭帳においては、諏訪に存在していたおよそ40の三社口社のほとんどが、竹見中田諏訪大臣のおこかみを祀る神社と記録され、三社口の名を祭神として出していたセりが、沢の五社口社も、三社口を,社口を県漁名課題の地味ことしていた。国史にも見える竹見中田の霊廟としては、諏訪大社、長野県諏訪市ほか、信濃国一宮が知られる。国史や、 演技式神明朝等で同社の神明は、竹中田夫、命神、南方等美神等と表記で、神界は順次少女の上上岸九年、六十七年、二十一位、君八等に達している。国史では、日神として、竹中田夫命前、八坂が棚売り命神の記載も見える。現在の諏訪大社では、竹中田は、神や代の主祭神に、八坂が棚売り命、 木神は、下社の主祭神に祀られている。なお、前述のように、古事記では竹中田が、茅や国州羽会まで追われた旨は記されているが、諏訪大社との関わりについては記されていない。一方、仙台旧児本儀、地議本儀、地人本儀では、竹中田人として、諏訪大社に鎮座する旨が明記されている。竹中田は、前述の諏訪大社のほか 諏訪大社から誕生された全国の諏訪神社で、諏訪神として祀られている。この諏訪神は、両神秘書に、関より、東の軍神、鹿島、香取、諏訪宮とあるように軍神として信仰されたほか、農耕神、狩猟神としても信仰された。また、風の神ともされ、現行の際には、諏訪の神が神風を起こしたとする伝承もある。なお、演技式神明帳では、 岳港との関連が推測される神社として、信濃国水内軍に、県魚名宝府、命彦神別神社の記載があるほか、阿波国名宝軍に、滝粉、殿神社の記載がある、ものは、単に、大しく、港を守る神の意味か。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。